血が砕けたじゃない。いい感じよ、続けて。いい感じよ、続けて。いい感じよ、続けて。何よ、食べないの？嘘、空いてるに決まってるわ。ほーら、明らかに唾飲んでるじゃない。何強がってんのよ、食べなさいって言ってるの。ほら、私の命令に逆らうなんて、いつからそんなろくでもないしもべになったのかしら。
ほら、食べないと時間がなくなるわよ。私が抜いたとでも言うの？ヘルメットのせいなの？さっきの鍋に落ちてたりして。ハエでも食べた気分だわ。
真面目に身分証のチェックをするなんて想像できた？考えれば考えるほど腹が立ってくるわ。このクソったれー、ろくでなし、うぬぼれてんじゃないわよ、レイランのバカ野郎。ふん、わかるでしょ。悪いんだから、どうせ全部あんたのせいなのよ。あいつらを倒して船を奪うことだってできたでしょ。知らない、あんたのせいよ。あんたが弱すぎるの。船を奪えなかったのはもういいわ。それより今すぐあの太陽を叩き落としてよ。熱くて目がくらみそう。この臆病者、戻ってこられないでしょ。海の底に沈んじゃえ。海の怪物に八つ裂きにされろ。次はどうする？
あの山よ。思った通りね。頭を打ったのはあいつらのせいよ。見つけたら全員ただじゃおかないわ。寝泊まりできる場所って言うけど、あんた野宿したことあるの？私だって当然あるわよ。生きるのに飽きたなら血を全部返してくれてもいいのよ。変な音がするわ。動物の足音みたいね。そうかもしれないわ。ラッキーね。音からすると、あの茂みの向こうね。近くにいるみたい。安心しなさい。この私がいるんだから空腹になんてさせないわ。見てなさい。ヤギの野郎どこへ行ったのよ。本気？そんなのどうやって捕まえるのよ。そうみたいね。あんたバカ？あいつらは四本足だけど、私たちには二本しかないのよ。見なさいよ、これが二本の足で登れるっていうの？
何か音がするわ。雨ね、いつまで続くのよ。しなかったわ。そういうことね。濡れておかしくなって葉っぱを食べ始めたのかと思ったわ。悪くないわ。海水よりずっといいわね。その方がいいわね。髪も服もびしょびしょで最悪だもの。何見てるの？
木に当たると気持ちいいわね。シワにならずに済むもの。お風呂。もちろん、バスタブちゃんにずーっと使ってるわ。バカ言わないでよね。バスタブは私だけのものよ。あんたに使う権利はないわ。すぐ2人用のバスタブを作れるなら許可しないでもないわ。誰が誰を利用してるって？何の音？お腹すいた。私もちょっと空いたな。今朝のマオシュエワンだけじゃ足りないわ。何よ、
思いついたの？魚の血？魚に血があるの？趣味してるわね。あそこよ、ついて。捕まえた？役立たず。もう見てられないわ。私がやるからちょっと休んでなさい。できるも何もあんたよりずっとうまくやるわ。Thank you.
緒にって言ったってもう魚がいないじゃない。石の隙間にいるのにどうやって捕まえるの？わかったわ。からかう暇があったらさっさと捕まえなさいよ。暗くなるまでに捕まえられなかったらお仕置きするわよ。あんたね、誰が夜にお仕置きなんて。ふざけないでさっさと魚を捕まえて。カモメまで私たちの食べ物を奪いに来るなんて。ふん、今回は見逃してあげる。次に会ったら絶対羽をむしってやるんだから。
なのかしら。ヴァンパイアは幸せな生活を送れないのよ。あんたが信じてる光明教とやらではそう説かれてるんでしょ。ヴァンパイアは天理に反する存在であり、光の神の敵である。だから美味しいものも食べられず、いい服も着られず、快適な生活を送る資格もない。未来永劫ネズミみたいに逃げ回らなきゃいけないのよ。どういう意味？気にしてないってどうしてわかるの？それならどんな理由があって私たちを苦しめるのよ。ふん、そんなのあんたの勝手な妄想でしょ。言い訳だけはよく思いつくのね。死に追いやられそうって時にまだ光の神を信じてるの？本当に普通の人間と変わらないわ。私ですらあんたがヴァンパイアだってよく忘れるもの。そもそもあんたの話に重要なことなんてないんだし、どうでもいいじゃない。まあ何千年も逃げ回るように生きてきて、今さら幸せを夢見るなんて。それも全部あんたのせいよ。なんだか初めて会った頃に戻ったみたいね。でもあの頃はまだ風を遮る壁はあったわ。今はそれすらない。あんたが？恥ずかしげもなく。